はい。9月26日本日のメニューです。デイリーマーケット情報では、あの、噂のハイブリッドテーマパークの写真をお見せしたいと思います。なんのこっちゃって話ですよね。日経平均8日続進であります。24000台回復。の、まあ、どうもいびつ、いびつな形となりましたけどね。トピックスマイナスですが日経平均は今日も堅調ということであります。 アトラクティブストックス、バイオが好調で、総勢は大幅高となっております。まあ、それを受けて、マザーズ指数も高かった。あと、通信関連株も結構、堅調ですね。というところであります。明日はこれを変え、明日はストライクで勝負であります。事業承継関連銘柄ですね。ということで、えー、この後は、収容指数の動向と225採用銘柄を中心に、大型株の動向を確認してまいります。デイリーマーケット情報をご覧ください。 3連休中にですね、まあ、大阪も行ったのも、大阪に行ったのもそうなんですが、えー、もう一つ、この地図上の <laughs>、このポイントに行ってきました。まあ、わかる方はもうこれでわかるかというところ。東京がここだそうですね。ここから北に向かって行ったところですね。埼玉県ですかね。でももうギリギリ茨城寄りの埼玉になりますが、こちら。 この東部、これ伊勢崎線かスカイツリーラインからね <laughs> あのに乗ってえー、ありますこちら見えますかねあここまで来ても名前があまり出てこない東武動物公園ですこれはなかなかですねあれですよあの 東武動物公園は初めて行ったんですが、まあ、東武線に私があんまり乗らないというですね、のがあるんですが、これはなかなかよ,よろしくてですね、浅草から、まあ、東武線が出てくるわけですよ、スカイツリーラインが。で、浅草から特急で 意外と近かったです。30分。1時間ぐらいかかるのかと思ったんですが、浅草から30分。これ、いすげえなと思ったです浅草から日光にも行けるわけですよね。よくよく考えたらね。あんまり意識してなかったですけど。特急乗ったりとかして。それもいいなとか思いながら。まあ、それどうでもいいんですけど、えー、浅草で東京スカイツーリー駅、あと北千住だけ止まって、その次がもう、えー、東武動物公園っていう形。 で、このようにですね、<laughs> の電車に乗っていただくと、えー、特急なら30分で着きますので。だから、まあい、帰り、まあ、そんなに、なんでしょうね、ま,まあ、丸一日、多分、家族連れとかだったら、丸、ま、一日たっぷり遊べるんですけど、さすがにちょっとそんなわけじゃないので、まあ、昼、お昼前とかに着いて、 1>, で1時、2時には満足して帰ってくる。で、特急乗って帰ってきたらもう30分。30分じゃないのか。50分かかってるやん。え、長くないあー、そうか。実質あれです。だから、あのーえ、電車乗ってる時間は30分ぐらいです、ね。そこからまたバス乗ったり、バスに乗るかもしくは歩いていくかっていう感じなんで、そんなんなんですね。 っていうもんなんで、だからもうこう、行き、行ってから、帰ってきて浅草でもう一遊び。遊ぶっていうのもあれですけど、もう一観光できるぐらいの、そんな感じですよ。まあ、もしかスカイツリー。という、なかなか、ナイスな、ところでありまして、ハイブリッドレジャーランドですから、2種類あるわけですよね。だ動物園と、あのー、まあ、ちょっとした、 遊園地的なあ、ジェットコースター大きいのが2つあって、こんな感じの駅なんですよ。まあ、チャッチ駅なんでい、もうちょうど田舎の駅だなっていう感じで、ここからまあバスに乗るか、あのー、歩いていくかです。バスが200円とかですかわかんないですけど、先になんか全部セットの券買っちゃったんで、わかんないですけど、歩いても別に10分ぐらいなんで行けるかと思います。えー、入園口がこんな感じでありまして、 先に、だから、浅草で、あのー、なんか、まるっとついてる券があるんでその、電車の普通の乗車料金と、その、バスに乗れる券と、全部セットになってるやつがあるんで、あのー、それを買った方がいいと思います。あの、すんげえ並びましたんで、ここ。これ、ずらーって並んでますんでね。そんな感じの入り口であれば、こういう感じ、こんなんで、並んでますんで。バカにしちゃいけない動物園っていう感じですね。 ざっと見るとこんな感じです、まあ。ジェットコースターここに1個あります。まあまあのやつです。あと左の方に木,木製の、何でしたっけね、なんかホワイトキャニオンとかそういう感じのやつの、あの、ジェットコースターがもう1つあります。で、こっち側は手前、この見えてるところらへんは遊園地ゾーンなんですよ。で、この奥の方に動物園ゾーンがありますんで、こんな感じ、結構広い、茶広いですね。 まあ、主に動物園回りましたんで、えー、こういうのをざーっと見てですね、えー、回りました、はい。もう、あの、あんまり覚えちゃいないですけどね。<laughs> た,たどうここ、東部の売りは、ホワイトタイがもも、あの、暑くて、ライオンもやる気なくすっていう、もうこんな感じ、こんな寝方してますんでね。えこ、ー、んなやる気のなさですよ。 ホワイトタイガーがやっぱりあれなんじゃないですか。見どころなんじゃないでしょうかね。はい。まあ大体やる気なしということでありまして。今の時期あのナイトズーとかもやってるんで、夜行ける方はナイトズーもいいかもしれません。ゾ、は、ウ、い、に餌やりできるコーナーありましたんで、ご興味ある方はぜひ。指が入ってしまうということですね。はい。ヤギもなんかたまに歩いてると。 その他動物いっぱい撮ったんですけどちょっと割愛しまして最後浅草に戻ってきて浅草の駅にくっついてる、ね、百貨店みたいなデパートみたいな駅ビルみたいな商業施設があってあの東部の多分施設なんですけどそこの屋上に行くとこういう見晴らしのいいところがあってスカイツリーがよく見えるよっていうところがありますんで是非帰りに立ち寄られるとよろしいかと思います。はい、そんなことで 9月、権利落ちでしたね、今日昨日が権利付け最終日でしたから、今日権利落ちとなりました、9月26日、えー、日経平均株価から見てまいりましょう。 はい。日経金株価今日は93円53銭高。24,033円79銭。24,000円台についに突入してまいりまして、1月高値をもう一度捉えるのかどうかというところまで来ております。1月高値は24,129円34銭。すんで、あと100円ですね。配当を落ちして、なおこの上昇ということですから、 え、実質も155円ぐらいっていう話ですんで、200円ぐらい、違うゃうゃ250円ぐらい、えー、今日は上昇してるということですよね。驚きの、衝撃の上昇幅でありました。まさか、そっくりそのままね、返してきて、ま、そんで24000円台まで行くとはっていうことですよ。まあ、うまくいきゃ埋められるかな、配当値埋められたらすごいな、ぐらいだったんですが、えー まあそこを超えて上昇するとはって感じでした。で、昨日は間違えてなんか2連投ぐらい、2, 連 2, 2日続伸とかって言ってたかもしれないですが、もっと続伸してんですよね、これね。えっ、ー、と、6、7、2、そうですね、ここが、ここで負けたのかと思ったんですが、そうじゃないんですよね、だから 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,、1、2、3、4、5、6、7、8、今日で8日続伸になってるんですよね。でした。はい それれをちょっと忘てておりまてまりままましし続でですの勢い止らずあた為替、為替がなかなかやっぱり円安方向に来ている一時113円台に乗りました、今112円87銭というところですね、まあ、日中ほぼほぼ112円台後半の動きでしたのでそこも追い風になったというところだったわけですが。 えー、そして昨日のニューヨークは意外とマイナスだった続落でしたね2日続落ニューヨークダウが高値取った後2日続落69ドル84セント安0.26%のマイナスで26492ドルでしたナスダックが反発かなナスダックは反発 続うか。ナスダックは小幅高。8007ポイントですね。昨日。0.18%、えー、のプラス。SP500 がマイナスですね。0.13%のマイナスということで、まちまちの結果でしたが、そ、えー、んなことはもろともせずですね。5分足で見ていただきましょう。米国株、まあ、昨日安かった。でも日本株、そこまで下げる必要もないよね。で、23,850円、えー。実質プラスですよね。配当、落ち分、うんぬんを含めると。 で、えー、スタートして、その後上げ幅をどん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 11時以降、えー、上げていくような展開となりました。上海が今日はしっかりしてたんで、アジア市場の堅調、えー、さの流れもあってですね、10時やっぱり11時時代から、えー、上げてきた。上海今日は、ああ、でもちょっと縮んだんですかね、で1時1.5%ぐらいのプラスでしたが、上海総合指数、5分足出るかな。 高いところここまでちょっと上げ幅縮めてっていうところですがのこの辺の堅調さを受けた形で日本日経平均5番に上げ幅拡大ということになりましたトピックスマイナスなんですね0.7ポイント安1821.67ポイント0.04%のマイナス マイナスかいっていう話なんですが、まあ、自動車、輸送用機器がちょっと難聴だったりとか、その辺の影響があるのかなという感じですかね。時価総額大きい企業が多いですから。ということにしておきましょう。日経金も一部の銘柄が結構引き上げたっていう側面がありますんで、ですね。 細かい内容は後でまた見ていきましょう。ザス、ジャスダク平均、2円44銭高。最後プラスになりましたね。マイナスのタイミングが多かったですが、3818円82銭、0.06%小幅高となっております。そしてマザーズ指数が良かった。22.54ポイント高、1071.22ポイント2.15%のプラスですね。ここを抜けてきましたんで、結構マザーズ指数この後、行くかもしれない。千百五十円ぐらい、あ、1150ポイントぐらいを、 えー、目安に上昇していくかもしれないな、みたいなことを期待しております。マザーズ指数なんで上がったか、みたいな話は、アトラクティブストックスの方で見ていきましょう。では、えー、あ、で、一応なんとなく毎、毎日見ているリート指数、0.62%のプラス。2日大幅促進ですね。大幅なのかどうかわかりませんけど。はい えー、225銘柄の内容中身見ていきましょう、値上がり銘柄数が106、変わらずが7、値下がりが112ということで、値上がりの方が実は少ないですね、値下がり銘柄数が多いということなんでした。はい、日経金をこれで上に大きく引き上げたところ、うんまあ、もちろんファーストリテイリングが今日プラスだった。 ここのところちょっと難聴さここ数日足を引っ張ることも多かったファストリテイリング今日は900円なが56,280円1.6%の上昇ということでここが33円上に引き上げたでソフトバンクも良かったですね15円58銭分日経気を上に引き上げております140円だがら11,065円11銭台回復1.28%のプラス あとは、えー、比較的ディフェンシブの,の最近日経平均に寄与が大きい銘柄、ユニーファミマですね。300円だから12,680円2.6%上昇。ここ、ユニーファミマ、TDK、テルモがぴったり同じ数字分日経平均にプラスに寄与してすべて11円13銭分、えー、上に TDK 高値更新300円高 12, 円 2. 4、12,770円2.4%上昇で。同じく11円13銭上に引き上げた。3 1000, 1000単位まで同じっていうのがすごいですよね。テルも150円高 6, 円、6,720円2.28%の上昇ということです。あと資生堂、花王、大塚、トレンドマイクロ。このあたりまでディフェンシブが結構上に引き上げた感じですかね。 であと、エーザイ、ヤマト、キッコーマン、タケダ、リクルート、そのあたり。そうじゃないところは、さっきの TDK とか、えっ、ー、と、ソニー、ソニー高値更新ですかね、どうでしょう。ですね、110円だから6768円、1.65%上昇。太陽誘電とか、そのような、電子部品系の銘柄が良かったなというところですね。 あとはブラックカーボンが今日はしっかり東海カーボンが225の中での値上がり率トップ106円だから2244円4.96%上昇また高値を取りに行くのかそしてえ東海カーボンが高ければ昭和電工も高いということで昭和電工こちらは高値更新270円だから6080円4.65%上昇です値上がり率2位でしたそして日水 えー、21円だから694円高値は昨日取ってしまいましたが3.12%上昇終わりにベース高値更新日水が強いですね本当にねというところそして4位三井金資源価格がちょっと戻ってきた、まあ、原油が高くなってきたそれにつられて同価格もみたいなところもあるんでしょう三井金属工業100円高3315円3.11%上昇 で、あと、資生堂、昭和シェル。イランの、もう、んぬんっていうところを受けて原油が高いっていう側面もありますんで、えー、その辺の影響、昭和シェル66円高2451円2.77%上昇。もうすぐ高値更新。であと、大塚、カオ、ジェイフロント、ユニーファミマ。今日は発行麒麟。こんな感じですかね。で、下げた方を見ていきましょう。 ゲラクリストップ今日は低イだけじゃない低イでした。これは何でしょうね。レーティングかなんかですかね。配当落ち配当30円なんですけどね。落ちすぎでしょ。<laughs> ちょっと。えー、レーティング出たかな。多分、あ、出ている。SMBC 日興が2090円から2410円に引き上げてるんですが、 かかなかったですね今日 SMBC にこが科学をドカンと出してますので科学の動きが大きかったかもしれないですねちょっと業種別見ましょうかあの科学繊維系を SMBC にこうブワッと出しております業種別指数科学がまあプラスの、まあ、上位の方にいるっていうことですね全体的にはいい評価 うーんーっていう感じでもないですけどね。実 <laughs> 際は。多分、この科学を引っ張ったのは、あのー、化粧品でしょうね。あ、でも大脚脂ス,ステラケンビファ。あーそう、昭和電工とかね。この辺が引っ張ったってことですよね。うーん、実これ、ラサコ。積水化学あ。意外とそうでもない。 なんだかよくわかんない、あれですね。<laughs> こう見るとね。あんまり評価良くないんですよね。レーティング、ざっと見た限りでは、うん。まあいいです。はい。ということで、えー、そんな形でありました。 で下落率2位がこちらですね。えっと、ちょっと私はまだ詳細を見てないんで、今確認してしまうかと思ってしまうんですが、鈴木、不正がまだちょっと出てきた、社内,社内調査でも出てこなかった不正が出てきたよっていうところ、国交省に、えー、申請したという話がありました。今日夕方から記者会見っていう話だったんですが、ちょっとまだ、情報出てきてないかな。多分今の今、会見中かもしれません。 っていう話があってあと日産もいろいろ今日ありましたんでこの辺の不正の最終報告書みたいな提出したっていうところでずいぶん下げておりました日産先に見てしまいましょう配当値ももちろんあるんですが日産に関してはあの配当利回りの高い銘柄ですねそれもあるんですが、えー、それ以上に落ちてしまっているかなという印象ですね45円50銭高1054円50銭4.14%下落、えー、日産自動車でした えと、ー、いうことで、鈴木が下落率2日産が下落率3位ということであります。あとは、この辺なんでしょうね。米粉、日本製功、42円安円、1295円、3.14%下落。米粉は別に、レーティングとかもなく、なんとなく売られたっていうことですから、<laughs> 配当は3%とかまでいかないと思うんですけどね。予想配当 米粉予想配当が20円。ちょっと倍近く下げちゃってるんで、売られすぎですね。あと、松井証券。松井証券、今年記念配当云々っていうのもありますんで、その配当値。証券とか金融はやっぱり今日は下落率上位に来てしまってるのはしょうがないですね。松井証券38円や1 1 9 0円3%、3.1%下落。 イワとかですね、イワ証券、あと掃日とか、あとみずほ、三井住友、三井住友トラスト、そのあたり結構配当利回りの高いところが下落率上位にやっぱり来ているという感じですね。米粉が下落率上位に来ったって、あと j t e クとも結構下げてるんで、今日はそういう日なんですね、きっと、ベアリングが売られる日なんでしょうね。44円、1640円、2.6%下落。日経金、アルミも売られている。 7円安252円2.7%下落日経金はしょうがないかなっていう気もするんですが配当4円なまあ、なま妥当な妥当配当値以上にちょっと下げてますけどまあしょうがないかなっていう感じですかね IHI ホンダ自動車がやっぱり本当に難聴ですね えっと、日米通商 FFR の動向なんかもちょっと懸念されるところなんで、そこが結構自動車株が売られている原因なんでしょう。えー、ホンダ89円安、3427円2.5%下落。スバル84円安、3316円2.5%下落。トヨタ 92円安で円。安で下落。なかなかトヨタ8000円台とかいかないですねなかなか難しいそんなところでしょうかねとりあえずは大型株の高値安値更新目柄見てまいりたいと思いますまあ引き続きってところが多いですからね日本 日新製粉グループ本社23円高2482円0.94%上昇高値更新ですねなんか動きが急な感じがしてしまいますが別にそこまででもないんですよねあとはうんまあ配当値銘柄が多いですからね、えー、先ほどの昭和電工うんとあやっぱり医薬品が多い 引き続き、続大日本住友製薬高値更新ですね、えー、29円中2554円1.15%上昇、えー、塩野義55円中、えー、7295円0.76%上昇あとは富士も昨日そうでしたね <laughs> なんか元気なくなライオンやっと追いついてきたライオン えー、53円高2535円2.14%上昇高値更新です。あと、えー、昭和シェルが高いんだったら井出光も高い。190円高8220円3.15%上昇高値更新。リクルート24円高3817円0.63%上昇高値更新です。うん、富士越とかここで富士越が高値を取ってくるっていうね。 あれだ修正後の高値ってことですね。はい、だそうです。と、ソニー TTK、先ほど見ました。えー、島津製作所、うん、そんなに大きくないか。そんなも、あ、イオン。小売りがやっぱり調子いいですね。イオン。えー、28円50銭だから2693円50銭。1.07%上昇。丸い。 48円だから2746円1.78%上昇 SBISBI が今日高値取ってくるっていうこれ配当落ち,落ちしてないんですかね SBI35 円だから3475円1%上昇です配当落ちしてこれですよ15円から20円ぐらいまだちょっとわからないですが、えー、だそうです こんな感じでしょうかね。はい、という高値更新銘柄でありました。うん、あの、先週末、週末の動画と思って、先々週にやった、ウィークエンドマーケットプラスでしたっけ、自分でタイトルつけといてます。 のコメントに触れなきゃなと思って、ずっと忘れてたんですが、えっと、ぴよぴよさん、あれなんですよね、だから、あの、のれの話をしてたんですよね、で、IFARS でも IFARS、IFRS でも何でもいいですけど、のれん焼却を計上することを検討するみたいな話で、ノレンとは何だみたいな話をしたんですが、それでも分かりにくいってい話で,ですね。 ちょっともう一回やりましょうね。まあ別にその EV と DA がうんぬんとかそんな話はどうでもいいんで、のれんってのはそういうもんなんだっていうことだけはなんとなく掴んでいただければいいんですが、なんか会計の話をちゃんとどっかでした方がいいんでしょうね、きっとね。はい。昔々お家の家計簿を任されましたが、のれん代を計上したらお母ちゃんに怒られました。なんやこれ。どっか買収したんですかね。<laughs> どっかの家庭を買収した。 のれんが発 <laughs> 生したんでしょうかはい。そうですね。家計簿でのれん。こんなことがあっていいんでしょうかはい。ということでありました。ありがとうございます。以上、えー、デイリーマーケット情報のコーナーでした。